코스 얇은 목티를 입고 안데르센은 니트를 입고요. 앞에서 가방 메고 빨간 양말 신었습니다. 이제 나갔다 올게요. 이거 귀여워. どうせキャンプ病がひどくなるからダメ。行くの？
ありますお豆で今までそういう2人で飲むってイメージ青春塾とか館内とかそういうところで、はいはい、特に、に合った適正な低めのサイズ感で、ここにレシピを書いてお渡しするんですけど、ドリッパーはどういう形ですか？ドリッパーはステンレスで、はい、細かいこう穴が全体的に開いている、ね、じゃあ紙を使わないタイプですか？選んでいただいても、はい、結構お客様の好みの量がまず分かります。でその横に携帯を置いてストップウォッチで抽出時間を測っておけばこの時間が全部測れるんですね。この豆を買った椅子超怖くない？今日じゃ来よった今日来よったな今これ可愛いよね、うん、このなんか色も鮮やか靴と合いそうこういうの超かわいい。うちの部屋も行ってみる。これかわいくない？多分部屋番号本当だ。ああ、本当だ。はい。ホテルの方がその後疲れた方かわかんないですけど、なんか
我々の鮮やかな厨房。あ、ここか。全然距離なかったね、原宿から。あるじゃん。いいね、うん、楽しい。サウンドミュージック。
子が歌ってたの？タタタタタタタって知らない？うん、知らない。こういう感じがいいじゃん。ん？これでも入れてる。ここに豆が入ってくる。今日買ったものを紹介します。まずはこの瓶から。この瓶は最近渋谷にできたイケアのコーヒー豆入れるような瓶です。とりあえず2つ無事にこのテープが剥がれますように。最初ぬらさない方がいい。綺麗に取れる。うん、綺麗に取れるやつ。だからみんな購入しても安心してください。次。うん、なんとか焼きって書いてあったけど忘れちゃったね。うん、うちのお醤油皿がすごいちっちゃいやつだったから。2枚同じ色、200円。醤油皿よりはちょっと大きいぐらいのキムチ、明太子。こういう感じ、ちょっとツヤツヤしてて可愛いね。じゃん。コーヒー豆屋。なんかどうなってんだろうね。ちょっと金色のシンプルな感じ。これ150g で2000円ぐらいだったっけ。1900円ぐらい。1900円、50円。下に行けば行くほど深入り濃厚なコーヒー、上に行けば行くほど軽やかな、ちょっと酸味のあるフルーティーなコーヒー。目が入れるの？ここに入ってきます、うん、よろしくお願いします。豆の量1回 14g 入れて、お湯の量が 210g 入れる。でその 210g は150秒、5回に分けて入れるとちょうどいいです。お湯の温度は90度、まあ普通だね。で豆の、まあ、引き目これぐらいの中引き、中引きにして、中引きよりちょっと細かいぐらいに見えるんだよね。うん、次はこのコーヒー豆です。こんにちは。まあ、コーヒー豆が2つここにあって、まあ、いいシルエット、ちょっと足が長めな。アイケアで今までなかったやつだよね。新しくやったね。見たことがなかったね。
大物か、うん、じゃーん、1個目これあ、すごいしっかり、このテープの跡とかもこういう風に味が出てる、まあ、輸出用、海外輸出用で作り上げた、うん、獲得のための商品として出てたよ。じゃんじゃん、やったー、出してみる、うん、違う、マジ、これガラスでできてて、こっちはじゃあアルミでできてるのかな、金属音、金属音がするね、気泡がいっぱい入ってて、まあそれもそれもか、うん、特徴、味がこんな色見たことないもんね、うん、なんか珍しい、ほんと見たことない、なんか独特な、あの部屋に入った瞬間もあんまり美味しくはなさそうだけど食欲はあんまり湧かない、湧かない、まあじゃじゃん、うん、丸いね、なんかお皿みたいだね、ミドルサイズのお皿、うん、ここはどこのですか、それは後ろに書いてあります、ラビアフィンランド、このルスカっていうシリーズで、これ本当に前から欲しかったカップと操作がもともと欲しかったけど、でもお皿の方が、ね、コーヒーカップが有名だもんね、こんな丸い、うん、ちっちゃいルスカっていうシリーズ、すごいなんか見た目がなんだろう、ちょっと鉄っぽいような、すごいちょっと錆びた鉄みたいな、うん、結構重厚感があって分厚くて、うん、ちょっと落としたぐらいじゃ壊れなさそう、うん、ちょっと深くなってるね、うん、まあケーキ入れたり、なんだろう、これケーキかわいいかも、いちごショートケーキとかさ、かこれ言い欲しい美子のやつなんだけど、これとこれとなんか、まあ大きさは一緒だね、プレーティングしたりとか、八ヶ岳で買ったカップとも似合う、ケーキとコーヒーみたいな、これはまたいつものレコードでございますね、うん、ゆっくりゆっくり、安全地帯、うん、これ何番、4番、これ中古の安全地帯のレコード、好きな曲はまあ夢の続き、夢の続きいいよね、若い頃の頭こうちょっと、まあ、細くてちょっと怖い、怖い顔して、これはルルが知らない間に買ってたやつ、知らない間ではない、渋谷のディスクユニオンで買った、新しいところね、新しいパルコの地下1階に入ってるところで、綺麗だねこれ、うん、サウンドミュージックの裏はシンプルだね、どうだろう、これ580円やった、ちょっとパチ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 音するかもね、うん、楽しい、まあ安全地帯はあのランク外これは新品、新品イエローバイネル、ブルノマーズのリミテッドエディションって書いてあるね、
Just the way you are talking to the moon。 この曲が聴きたくてこれを買いました。黄色いのちょっと楽しみだね。 The lazy song、 これ知ってるかな、うん、厳重だね。真っ黄色、ちょっと透明な黄色を想像したんだけど真っ黄色だね。うん、オッケー。パパもイエジ想像したでしょ。Easy go, that's just how you live. Eyes make stars look like they're not shining.